動いたね。静かだね。あ、こう動くんだ。静かだね。こんにちは、すみやです。 AM5 の組み立て方をやっていきたいと思います。まずはトッププレートの三脚のセットアップは終わりましたね。さっきやりましたね。まず赤道儀を設置した位置に三脚を広げます。このテーブル大丈夫かな。大丈夫だよね。うん、大丈夫でしょう。必要に応じてストーンバッグに三脚下部に取り付けて、ポータブル電源や石を置いて三脚をより安定させることが可能です、ね、今短くしてあるのでそんなに不安じゃないですね。それからトッププレートの取り付け、安全ロックを緩め、三脚から銀色のトッププレートを取り外します。はい、これですね。これを取り外すっていうことですね。これを取り外すんだね。あ、取れました。これですね。これ外せばいいってことですね。で、これを、あ、これ安全ロックがかかっているので安全ロックを外してから取り外してくださいということですね。安全ロックを緩め、三脚から銀色のトッププレートを取り外します。六角レンチを使用して付属の M6 ネジ3本でトッププレートを赤道儀底面に取り付けます。赤道儀底面ってこれか、これか。ネジがついてるけど、ここにレンチが入ってた、これかな。かなり、あ、これですね。ここに取り付ければいいのね。付属のネジをこれ全部取っちゃいます。これでここに取り付けると、ネジが3つあるので六角レンチでしっかり締めるのかな。締めます、締めます、うん、締めます、うん。意外と簡単だったね。これで大丈夫でしょう。次は三脚との接続ですね。トッププレートを取り付けた赤道儀を三脚に置き、下の画像のように中央に三脚付属のボルトネジを、ボルトをねじ込みますか。これをねじ込むんだね。これ邪魔だね。これだね。これをねじ込むってことか。よし、これかな。どっちが上だったっけ。上が短いね。上が短い方です。これで1を差し込みました。その後安全ロックを締めることで三脚と赤道儀が固定されます。これですね。これ回します。はい、右に回せばいいんだね。左でロックが解除、右でロックですね。はい、三脚を安定させるためにボルトの下からスプレッダーを三脚に押し当て、ノブを回して固定します。スプレッダーって言うんだこれ。スプレッダー、スプレッダー、あ、こうですね。うん、これですね。はい、つけました。ハンドコントローラーの接続
赤道儀の黒いパネルにあるハンドコントローラーポート、これか、これだね。はい、入りました。にケーブルを差し込みます。はい、これもつながりました。あ、緯度の設定か。 AM5 赤道儀の緯度調整範囲は0度から60度、45度から90度の2区間に分かれている。2区間に分かれてんだ。60度を超える角度に調整したい場合は六角レンチを使用して両面側の緯度固定ネジを緩め別の緯度調整範囲に変更する必要があります。これ35度ぐらいになってるね、もうすでに。経緯台スタイルへの緯度変更方法、テンション調整ネジを緩め、これか、これだね。ああ、これで回るんだ。これで35度だから 35.62 です。方位角ロックを緩め方位調整ネジを回して2位の方向に調整します。ああ、動いてるね。確かに動いてるね。これがこっち向きましたね。なるほど、ここが動くんだね。はい、ここは動きます。ロック、これでロックなのかな、これでロックかな、これでロックだよね。これでロックされてると思います。ロックしました。オプションピラーの取り付け、オプションピラーないけどどうしたらいい。オプションピラー1つ目2つ目何2個もつけるの。これ搭載する望遠鏡の総重量が13キロ以下の場合はカウンターウェイトを使用する必要はありません。13キロ以上の場合はカウンターウェイトを使用する必要があります。搭載する望遠鏡の総重量は20キロを超えてはいけません。安定性を確保するために望遠鏡の総重量が10キロを超えた場合にはカウンターウェイトを使用することをお勧めします。10キロもないね。赤道部下部にあるネジ穴を塞ぐ銀色のネジを外します。あ、これか、これだね。別売り、うん、別売りいらないな。電源ポート、ここですね。ここにつなげばいいと。 12V 5アンペアって書いてるけどこれ 2.5 アンペアだけどなったね。それから出力ポートはこれ3アンペアまでだけど ASI Air Mini に電源を送っておきましょう。リモコンで動くんだろうか。リモコンの使い方と、あ、ピーって鳴ったよ。ピーって鳴ったってことは動くってことかな。ハンドコントローラー、まず、あ、ライトつってるね。ライトが点灯してる場合は高速モードでやることを示します。動いたね。静かだね。あ、こう動くんだ。静かだね。なるほど、こうやって動くんだ。動いたね。3秒長押しすると本ポジションに戻ります。1、2、3。お、本ポジション戻りましたね。ピッてなりましたね。3秒押すと本ポジションに戻ります。 AM5設置が終わりましたっていうか、まだ何も見てないけども、あ、これは重いからちょっとどけて、どれぐらいの重さがあるのかな、持てるかな。あ、
持てるね、これ。こうやって運べるよ。意外と。うん。意外と運べるね。こっちから持ってみようか。よいしょ。持てるよ。いやー、望遠鏡の下が三脚ごと運べるよ。これはいいね。うん。普通の赤道儀だと、望遠鏡の下まま赤道儀動かすってかなり難しいよね。重いからね。とりあえず、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えい、えい、えい、えい。全部ついたね。はい。あ、あとはカメラつけなきゃ。あ、カメラついてるよ、ネプチューンシーツ。これは裏のシーンに変えよう。